よろしくお願いします。初めての視聴者の皆様ね、よろしくお願いいたします。今日はその、ステップンっていうね、アプリの、どのぐらい稼げるのみたいな感じでね、たどり着いてこられた方もおられるんではないでしょうか。今日は実際ですね、アプリつないでみて、どのぐらい、稼げるのかね、実際歩きながら動画撮ってみようかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。普段はね、高知県四万十市のね、散歩動画を撮っているものでございます。よかったらチャンネル登録していってもらったらありがたいと思います。いつもの俳句旅のフリークの皆様、よろしくお願いいたします。最近話題のね、スマホのアプリがありまして、はい、これね、ステップンっていうね、アプリがあるんですけども、なんとね、歩いて、お金が稼げるよというね、そんなアプリなんですけども、まあ、それをね、ちょっと実際使ってみて、まあ、歩きながら、お金も稼げるし、ネタにもなるし、でね、このアプリの中についてるね、マッピング機能もありますんで、右下にこう、画面の右下にね、どの辺歩きようかみたいなね、そんなのがもう、付け加えれるので、まあ、一石三鳥かなと思って、今日は動画撮ってみました。こんな感じね、まあ、簡単に言うと、NFT でね、仮想通貨のブロックチェーンっていう技術のね、中にあるね、NFT っていうものを買いましてですね、まあ、NFT についてはまた自分調べてもらったらいいと思うんですけども、まあ、絵なんですよね。絵を買って、その絵をこのアプリで使うことによって、まあ、歩くと、まあ、このゲームの中の通貨が、稼げて、それがお金に変えれるよっていうね、まあ、簡単に言うとそんな感じでございます。で、最近話題になっているステップンっていう、ね、ものでございます。この靴の、これが1枚なんと7万円しますすごいね。で、実際その7万円の靴を履いてですね、歩いてどんだけ、GST というコインなんですけども、現在 GST1 枚305円ぐらいだったかな、が何枚稼げるか実際やってみようかなと思います。長いエンディング、長い開幕動画、すみません、いきなりやりました。オープンしました。これがこんな感じでね、あ、しまった、俺ツイッターの通知切るの忘れてた、ちょっと待ってね。はい、ツイッターの通知切りまして、これで、スマホの画面が見えるんじゃないかなと思うんですけども、現在133歩、それから時速 3.9 キロ4キロの速さで歩いておりましてですね、右上の方に青いゲージがあるんですけども、この青いゲージが体力ですね、エナジーっていうんですけども、まあ、これが1日に4あるできるわけなんですね、今ね、まあ、通常は2なんですけど、今、倍々キャンペーンでですね、4になっているわけでして、はい、まあ、このエナジー分歩けるよっていう感じですね、はい、現在 3.2 エナジーあったので、今 0.2 エナジー使われたという感じですね。つむつむでいうところのハートみたいなもんでしょうか。はい、だから左上の方にもうすでにコインが稼げているわけなんですけども、はい、現在ただこの1分2分ぐらい歩いてるだけで 1.36 枚、左上の黄色い文字ありますよね、 1.36 枚、稼げているというようなことでですね、まあ、これあと3エナジー分こう歩きながら散歩動画撮りながらね、やってみようかなと思います。ほんでここのマップをクリックするとですね、はい、来ました、マップ。この結構マッピング機能が優秀で、地図の拡大縮小もできるし、結構いいんじゃないかな。しかもどれぐらい歩いたかとかね、時速何キロで歩いたかとか、まあ、時間とかね見れるので良さげな感じがします。なんかこうやって見ると英語のマップだからさ、中村じゃないような感じがするけど、れっきとした四万十市でございます。現在大橋通りを西に向けて歩いております。画面の録画もキャプチャーしながらね歩いております。やっぱり地元に帰ってこれないみたいなね、方が懐かしんで見てこれたらいいかなというね感じでございますね。またいつもね中村住まれてる方もね、なんかいつもと違った視線でね、中村こんな風に、見れたらいいのかなという感じで、はい、
3分、結構ね、そのアプリ内通貨 GST という通貨があるんですけども、この今稼げてる通貨ですね、この通貨が意外にね、結構ポイポイ、稼げちゃうというね、こんな感じですね。またこんだけ歩いただけで 2.63 枚ゲットできたということで、1枚300円だから700円ぐらい早から、稼げちゃったみたいなね、そんな話ですけども、はい。まあ、これ結構賛否両論あるアプリでして、はい、ポンジスキームじゃねえのみたいなね、噂もツイッターではありまして、ポンジって要するにその詐欺みたいな、はい、最初にやったもんが後から入ってくる人たちの儲けを吸収するみたいなポンジじゃねえのみたいな感じでね、はい、はめ込みの詐欺なんじゃねえのみたいな噂もちらほらありつつもですね、まあシステムとかですね、アプリのデザインが非常に優秀で、はい、それとまたその通貨の利用方法、この GST がただ稼いで、お金稼ぐだけじゃなくて、この靴のレベルを上げるための通貨でもあるということで、はい、その使用用途もあるということで、割とその、破綻せずに、長い間楽しめるじゃねえのみたいなね感じに思いましてですね、ちょっとポンジスキームの噂もありつつも、まあ利用しているわけであります、はい。現在5分歩いております、ここは四万十市になりますね。ここにね建物あったんだけどね、安田生命かなんか生命保険の会社があったんですけど、更地になっております。現在2月の10日ですね、2月の10日ですけども、はい、なんか東京の方ではもう大雪とか言って雪がね降るようでございますけども、まあ、こっちの方、四万十市の方はですね、西日本の方は結構あったかい日差しで、ダウンジャケット着てたらちょっと暑くなってきました、はい。噂ではここも、あれ？ここかはね、ここケーキ売ってるとか言ってなかったっけ？美味しいよっていう噂ですけどね、ここのケーキ。皆さん知ってますか？僕は食べたことないんですけども、はい。で、この通り行くとね、ピノキオとかがありますね。中村四万十市のですね、子供たちなら一度は食べたことがあるパン屋さんになるわけでございます。現在四万十市の方、北へ向かっておりますね。あ、マップがあるとすごい分かりやすいですね。マップがあると分かりやすいです。ちょっと僕路地が好きなんで、ちょっとこっち入らせてもらおうかな。よいしょ。ね、こういう路地に入ってもマップがあると、ああこう歩いてんだなというね、すぐ分かるということで、結構要望がありまして、マップ地図をよかったら付け加えてもらえたらあれでね、ということで、猫ちゃんかわいい、猫ちゃんあれ日向ぼっこしてる、うーい猫ちゃん、あ逃げちゃった、やっぱ逃げて逃げるね、あこの子は逃げないね、あ割と年配の猫ちゃんでしょうかね、動じません。まあ、マップがちょうどね、このアプリについてたんで、あこれはと思いね、使ってみたわけでありますね。ふー気持ちいいわ、天気が良くなって、午前中はちょっと雨降ってたんだけど晴れまして、これこれと思ってね出てきたわけですね。なんか最近やっぱりね、感染者、コロナのね、感染者が増えてね、なかなか外行く感じにもなれなかったんですけども、まあ今日ぐらいはいいかなと思ってね出てきております。まあ飲食禁止になったね、飲食禁止になっちゃって外で食べることできなくなっちゃうんですけどもね、まあテイクアウトで外で食べるみたいな、屋外で食べるみたいなのはね、まあいいんでしょうけど、まあお店に行ってね食べるみたいなのはねできなくなってしまいました、はい。まあ、またねきっとね感染が落ち着くと思いますので、
まあその時までね、待たなきゃなっていう感じですけども、はい、で肝心のそのステップンなんですけども、ステップンですけども割と GPS の機能も高くてですね、割とこうまっすぐの道とか外で歩いてるような時ではですね、まあ、十分、ムーンウォークっていうか、なんていうの、カラー歩き状態、 GPS の電波が届かないようなところに行くと歩いてないよみたいな感じで、あの錯覚、アプリの方が移動してないよということで、はい、あのムーンウォークってね、あのデータカウントされん感じになるんですけども、まあ、屋外でまっすぐこうやって歩く分には全然問題なくカウントしてくれております。あの職場でねうろうろ歩いてる、あの移動はなかなかカウントされませんでした。はい、残念ながら、はい、やっぱりまっすぐこう歩くって感じながらね、あの屋内で同じところをぐる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 うろちょろするぐらいでは、カウントされなかったですね。ね、あれでカウントされたらすごいいいんだけどね、アップルウォッチで万歩計みたいな感じでステップ数で換算すると、ちょうど1万歩ぐらいね、まあ、仕事から歩くんですけども、まあ歩数だけではやっぱりカウントされんというかね、 GPS の距離数なんでしょうねきっとね、 GPS での延べ距離数というかね、道のりの合計を算出してるんでしょうね。まあ、よかったら皆さんもステップン、やってみてはいいかもしれませんね。まあ、最初の投資額がちょっと高いけどね、7万ぐらいしかもあの、そうだね、あの仮想通貨とか触ったことのない人が参入するには結構障壁が高いというかねそこなんよね。あのやっぱりあの仮想通貨だけじゃなくって、全然あの仮想通貨触ったことないような人らが参入してくるのが一番ね、利用者数も増えて、まあ、繁盛するんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、そこがなかなか障壁高いとかちょっとわからんところは結構多いんでしょうね、知らん人らはね。まあ、未だに仮想通貨っていうと詐欺それみたいな感じで敬遠されやすいワードになっておりますけども、はい、まあ、結構ねブロックチェーンっていうその技術の上に成り立ったその通貨とか資産になるわけなんですけどもね、案外これがねこれからの世界にね、そのブロックチェーンっていう技術がねどん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 進出してくると思いますので、そこは非常にね、有望なんじゃないかなと、有望でいい、なんていうのかな、技術になると思いますので、なんかね有名なところで言いますと、あのトヨタの車とかあの辺の中古車市場でこの車がいくらで売られてるよみたいな、でこの車がどこで売られてどこまで届けられてみたいな、セキュリティが守られながらもその車の、売られた経緯を追跡することができるみたいなね、ですので、あの変に業者なんか安く売ったりとかね、安く売られすぎちゃうみたいなことがまあないというか、はい、まあ、そのところでね、まあ、そういった技術がですね、トヨタとか有名企業がどんどんね、その技術を使って世の中のために、その技術を応用していくみたいなね世界になってくると思われますね、はい、その一端の、仮想通貨ということでございますけども、はい、将来夢があるなと思ってね、僕もちょっと最近はですね、お金稼ぎじゃなくてね、その技術にもちょっと、興味が湧いてきたみたいなね感じでございます。よいしょ。さあ今は、京町でしょうか、ここは京町筋を、北上しております。今どのぐらい稼げたのかな、エナジーあと残り 0.6 エナジーですね、あと残り 0.6 エナジー残ってて、GST という通貨が11枚ね、11枚、獲得されました。はい、11枚ってことは1枚300円だから、3000円ほどが
今手に入ったという感じですね。はい、なので、まあ、20日、25、6日この生活を続けたらですね、まあ、靴の値段は原資が回収できるんじゃないかなと思われますけども、はい、ただこれうまいことでね、そのただ、獲得した通貨をですね、それただ売られていくだけだったら通貨の値段が下がっていってしまうとおしまいになってしまうんですけども、まあ、その GST の通貨を使ってですね、この靴のレベルを上げるというようなね、使われ方があってですね、まあ、そのちゃんと買い集まるというか、買う人らもおるし、売るだけじゃなくて買う人もおるということで、まあ、うまいことバランスが取れるよみたいなね、そんなシステムになっております。はい、意外にそのバランスもうまくてね、うん、あの儲けも出るし、しかもそんなに、なんていうのかな、売るばっかりでもないというか、そのレベル上げも上げんと、あの有効にコインが稼げないので、はい、その辺のバランスがすごくうまいですね。なんだかんだ言いながら1日で1レベル上げなきゃいけないんですけども例えばそうですね、10枚稼げたら、8枚ぐらい使ってレベル上げするみたいな、で2枚を売るみたいなね、そんな感じになるような感じですね。はい、まあ、実質はまあ200円ぐらい、600円ぐらいか、2枚だから600円ぐらい、まあ、プラスになるよみたいなね感じですけども、まあいいじゃないですかね、面白いから結構。だからこれがね、結構一般の方たちに浸透すれば、あのポケモン GO みたいな感じでね、あのポケモン GO はさ、ただのゲーム内のデータだけど、これはちゃんとしたそのデータがお金になるっていうのが、ね、やっぱり夢があっていいじゃない。はい、しかも、健康になるということでね、はい、もうこうでもないとなかなか外に出る気にならんみたいなことが、あるきっかけになるというかね、はい、いいんじゃないかなと思います。ほんで、もうちょっと経てばですね、この僕が買ったこの靴の NFT 貸し出しする機能がアップデートで付け加えられる可能性があるということで、要するにね、僕が仕事中に歩けないときにこれを、貸し出しすることができるんですよね。ほんで借りる方はその高いその靴、これ1足7万するその靴をね、買わずに借りることで、その通貨をですね、 GST を借りて稼ぐと、そういうターンも来るということで、はい、で僕の方も貸すことで、その稼いでくれた人の一部の、GST ももらえるということで、はい、ウィンウィンですよね。はい、そういった機能も付け加えられるということで、ここが一番熱いんじゃないかなと思うんですよね。一般の方たちが入ってくるにはここなんじゃないかなと、はい、リースして、靴をリースして稼ぐみたいなね、うん、これねすごいのが、そのね、日本よりもやっぱね、やっぱインドネシアとかあっちのそのなんていうのかな、お金がない国でも、できるということで、そのリースするっていうのがね、ほんと流行っちゃうんですよね。アクシーインフィニティというね、ゲームがあって、それもブロックチェーン技術を使ったゲームです。これがもうすごい流行って、これがインドネシアの人らがね、そのアクシーっていうね NFT 買えないから、貸し出ししてるの借りて稼ぐみたいな、で借りて稼ぐだけでも1ヶ月の給料分稼げると、向こうの方の人たちのね生活の方が潤うということで、非常に経済が回っていくよということでね、はい、まあ、そんなわけでこれがこうインドネシアの人らにもね、僕の NFT が貸し出しされて一緒に稼いでくれるみたいな、そんな色々が来たら嬉しいなという感じですけどもね、そんなわけで 3.2 エナジー全部使っちゃいました。全部エナジー使いまして、稼いだ GST なんと13枚になります。マップ見とけ、マップこれが一番僕が出したかったんですけども、こんだけ歩きましたよ。ね、
どっから歩いたの俺、あのさつき公園からね、さつき公園からぐるっと歩いて中村の町まで来てしまいました。はい、結構暑いね、結構暑いです。あ、こっち行こうか。そんなわけで、今度これね、一回これ切りますよ。切って、はい、これ閉じまして、もう財布の中身見られるけどいいか。これで、じゃーんとこんだけ稼げましたみたいなね、ツイッターで上げてみようかと思います。はい、ほい、ツイート、はい、行きましたみたいなね。で実際、ここの、真ん中のところにね 13.1GST 稼げましたと。それでこの靴はレベルを上げたので 90GST まで、通貨が1日で稼げるよということですね。でこの通貨はですね、夜の10時、日本時間で夜の10時になったらですね、この右上にある自分のウォレットの中にね、自動振り込みされます。はい、自動振り込みされます。はい、実際にも自動振り込みされるので、僕この13枚をね、もうすでに売っちゃおうかなと思います。GST80 枚すでに持ってるんですけど、これ13枚ね、自分のウォレットへ移します。まずはね、はい、これで GST を13枚移しますね。これでカンファームしますとですね、時間かかりますけども、1分2分くらいかかりますけども、ウォレットの方にですね、13枚、通貨が移動されると思いますので、もうしばらくお待ちください。まだ GST は来ません。時間がねかかります。で届いたその GST をね、US ドルコインっていうね、いわゆる、まあ、ドルと、アメリカのドルとね同じ価格に設定されたね通貨に変えるとお金になるということですね。はい、この通貨をね、売ったその US ドルコインを、国内取引所の方へ、まあ一旦どっか経由させて送ることで日本円に変えれるということですね。まあ、いろいろ JPYC みたいなね、日本円と、ペグされた、仮想通貨にね変える手もありますけどもね。はい、あの仮想通貨の話で申し訳ないけど、あの JPYC の社長さんすごいな、あれ。 JPYC のこと僕がつぶやいたら、皆さん知ってますよね、 JPYC のことつぶやいたら多分5分以内にいいねくれるというねもう今まで JPYC のことつぶやいたこと 2,3 回あるんですけど、全部いいねくれたのでこの間もね、なんかね、あのステップンの参入障壁を下げるために JPYC とか使っていく手もあるんじゃないかなとか言ってつぶやいて、はい、あ、多分これにもきっと社長いいねくれると思うから、参入障壁が JPYC で下がればいいな、あ、社長いいねありがとうございます、すでに、ね、最初に、ね、入れたんですよそれとも早速いいねくれたんで、いや、さすが社長やるなと、エゴリサーチがすげえなということでね、あ、来ました来ました、 GST 来ました。13枚やってまいりました。これをですね、トレードって書くとね、GST、マックス13枚、これが、さっき歩いた分で34ドル、これトレードします。そうすると、そうすると、はい、30、時間もちょっとかかりますけども、はい、来ました。はい、50、さっき20何ドルあったんで34ドルゲットしました。だいたい3600円700円ぐらい、この歩きでお金がもらえたよっちゅうことですね。はい、いいじゃないですか、結構ね、散歩してお金が稼げるみたいなことで、はい、
の分やりましょう。まあとにかくねステップンいいですよ。1日3000円から4000円ぐらい稼げるので、はい、もし興味ありましたらですね、皆様自分で調べて始めてみてはいかがでしょうかというところですね。まだ下の方にね僕のツイッターあいき旅のツイッターの他に仮想通貨の分のツイッターアカウントもありますので、よかったらそちらの方ね下に概要欄に貼っておきますのでフォローしてもらえたらいいかなと思います。水島ヒロさんもね、皆さん水島ヒロさんって知ってますよね。水島ヒロさんもこの仮想通貨業界に参入しております。はい、僕が加入しているオプチャのリーダーが、はい、皆さん知っている方なんですけども、オプチャのリーダーがですね水島ヒロさんにうちのオプチャに入らないかと打診はしてくれたようですけども、ガン無視だったようです、残念ながらツイッターでね勧誘してくれたようですけども、はい、スルーいやー水島ヒロさんがうちのオプチャ入ってくれたら熱いよなまあそうなんでね、この間水島ヒロさんもねそのステップやりたいなみたいなつぶやきされてたので、はい、きっと水島ヒロさんがやり始めたらこれブレイクするんじゃないかなと思いますので、はい、皆様もぜひ自分で調べてみてください、はい、これねもうバゲるはず。ポンジスキームじゃっていう噂もあるけど、いや絶対そんなことないですから。VC 言うてね資本、資本じゃないのなんていうかなあれこのアプリをやる始めるのにやっぱりお金がいるじゃない。そのお金を出す企業みたいなのがあるんですよ、ベンチャー企業が。そのベンチャー企業がね、名だたるベンチャー企業がお金出しますと、それだけ、期待されているという、イベントプロジェクトでございますので、はい、すごい有名なベンチャー来てたよね。なんだっけあれ、アラメダリサーチとか入ってたよね、ソラーナファンデーションとかね、結構有名どころいっぱいあったんで、これは期待大でございます。はい、アプリもねすごいね、作りがねデザインもいいし、バグるみたいなことが全然ないんですよね。完成度が非常に高い、はい、デザインもいいし完成度も高いし、ヌルヌルサクサクやし、だいたいさ仮想通貨のさアプリってなんかもっさりしてるよね。もっさりしててどっかでエラーで止まったみたいな、結構そんなんばっかりなんですけど、これはねすごいね完成度高くておすすめですね本当。皆さん水島ヒロさんがやってきますよね。え、はい、NFT といえばね結構いろんな、ニュースでも出てますしね。知ってますか NFT って。絵ですよ、絵本当にこんぐらいのさ絵なんよ。それが今何本ぐらいしてんの、1000万とかしてんの、高いやつもっとしてんのかな、1億円とか言ってたっけ、クリプトパンク。もうすごい、もうそのこれを持つことがなんかひまわりの絵みたいなもんですね。ゴッホのひまわりの絵、あれなんかもさ絵の価値じゃなくて絵 の, その見たい券買うんじゃなくて持っちゃうということがそのステータスというか、で持っちゃってまた売るとその価値で売れるみたいな、はい、売ることもできるんでね、まあ、売り買いもできるし貸すこともできるし、はい、もうその絵はあなたの所有者のもんですよっていうね、そういう、保証書付きの絵みたいな感じなんですよ。なので誰にも偽物を作ることができない、あなたが絶対にあなたが持っていますよという保証付きということの、それでその価値が上がるというかね、はい、まあ、資産価値になるということで、はい、NFT、はい、これからどんどん流行ってくると思いますね、はい、うわすげえ、レッカーが3本ぐらい立ってるわ。珍しいよね、中村の町でこんだけレッカーで工事するでね、JA 農協が
新しく立とうとしております。 JA とあの公民館とね、文化ホールが立つということのようですね。すげえ工事してる。あ、農協はもうできたのか。でも普段はね全然ねお金のこと話してませんので、最近いつも言われるもんね、また関さんお金の話してるってそんなに金欲しいんすかって突っ込まれるんですけどね、はい、すみません本当金欲しいんです金めっちゃ欲しいんですよぶっちゃけるとまあそんなんでね、今日も、アプリを使って、歩いて稼ぐみたいなね、そんなアプリの、レビューをしてみました。はい、またよかったら見てみてください。はい、そんなわけでございました。お疲れさんでございました。またよろしくお願いいたします。